ファントムブラッド。19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・ジョースター、吸血鬼と化したディオを倒すため、彼は波紋の師セペリと盟友スピードワゴンと共にゾンビたちとの戦いに身を投じていった。ジョナサンとディオ、医師仮面をめぐる二人の因縁の物語、すべてはここから始まったのだった。ここは建物の中か。ここは俺の時代だ。この建物はジョースターさんの。何？ご無事ですかい？スピードワゴン、来るな。こっちに来てはいけない。貴様は確かスピードワゴンとかいうカス。あれがこの時代のディオか。そしてあの男がジョナサン・ジョースター。もう一人の方は初めて見る顔だな。だがどうでもいいことよ、ジョジョ！お前の奮戦ぶり、認めよう。我が夜のしもべたちを相手に、よくぞ今まで持ちこたえた。だがゾンビは無尽蔵、まだまだ控えておるわ。波紋の呼吸を整えなくては。ジョースターさん、まずい。戦い続けて疲弊しきってる。行け、ゾンビども。奴にファンファーレという悲鳴を吹かしてみろ。ふん、させねえぜ。